世界描写の日の巡礼者のために伴う職友情のためにルルドの女性の日に体感するベネディクト6世2007年2月11日サンピエトロ大聖堂世界描写の日はヨハネ・パウロ2世により1992年5月13日に制定されたカトリック教会の祭日である1993年2月11日に始まり ルルドの女性の日の記念に毎年祝い、すべての信者のために礼拝と共有や受難の提供の特別な時であることを願う日である。ヨハネ・パウロ2世は結局は後に公表することになるように1991年頃にはパーキンソン病を患っていて診断後わずか1年で世界描写の日を作ることは意義深いことであった。教皇は苦しみの原理について 多く書いていて、聖職者の手紙サルバフィッシー・ディローリスで示したように、キリストを通じた非常に多くのを補う過程であると考えた。ルルドへの多くの巡礼や訪問者が、祝福された諸女の大統により癒されているために、ルルドの祝祭日が選ばれた。教皇は、レバノンのハリッサの聖域が大いに気に入ってもいた。2005年、世界描写の日は、 ヨハネ・パウロが敗血症で死亡した年であったために特に重要であった。多くの人が死んだ教皇の周りに集まった。2013年、ベネディクト16世はこの年の祝祭日に辞任を発表し、引退の理由として衰える健康状態を挙げた。ありがとうございます。